ベラト上場壁にある、ミカエル一世のモノグラムミカエル一世、コムネノス・ドゥーカスは、エピロス先生公国の初代先生公、尊厳公、ヨハネス・アンゲロス・ドゥーカスの諸子。父ヨハネスは、東ローマ帝国皇帝イサキオス2世、アレクシオス3世の父アンドロニコス・アンゲロスの兄弟であり、従ってミカエルは、両帝のいとこという親族関係となる。1204年。 第四回十字軍の攻撃を受けて、東ローマ帝国が滅びると、ミカエル一世は一時、テッサロニキ王国のボニファジオに仕えた。翌年、ギリシャ西岸にあるアルタを本拠地として独立国、エピロス先制公国を建国した。ミカエルの先制公称号は、彼が独自に名乗ったものであり、それまでの先制公のように皇帝から与えられたものではなかった。その後は、 ラテン帝国からコンスタンティノポリス奪還を目指し、ギリシャ人のラテン帝国への抵抗を指導した。ミカエル一世は、ラテン帝国との戦いを優勢のうちに進め、1215年には、コリントス湾からアルバニアに至る西北ギリシアを支配し、バルカン半島に一大勢力を築き上げた。しかし同年、ミカエル一世は暗殺されてしまった。ありがとうございます。